もう一生洗車に困らなくなりますよ。油剤は純粋で、こうガラスにも使っていいです、ゴムにも使っていいです。どこにでも塗っていいっていうのがまたすごいですよね。そうですね。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦史です。ゆうきです。今日はですね、洗車の方法を教えますという動画です。皆さん洗車後悔してる人多いでしょ自己満足ばっかりで。この動画を見たらね、もう一生洗車に困らなくなりますよ。まあね、これ見てください、キラキラな綺麗な車。もうこれはですね、桃花さんの車ですね。まあよく見たら結構実は汚れてるんですけど、汚れの下が綺麗だからさ、キラキラしてる、シミもないし。そしてこれ11年間乗ってるルテシア、はい、もうね綺麗なんですよ。そしてね、これはですね、はい、ビューティフルカーズのオンラインショップで販売している用品だけでどこまで綺麗に保てるかという実験中、はい、間もなく5年丸5年の車検という車、こちらを洗っていきます。ぜひ最後までご覧ください。これ見てください。まあ全然普通に綺麗ですよね。そうですね、汚れてるんですけどね、これだいぶ外に置いてましたね。あ、うっすらついてます ね。まあでも汚れててもその下地が綺麗だから、まあ綺麗と。この車ですね、はい、5万3000キロぐらい走ってるんですよ。まあ5年間なんです。そう、そうですね、普通の、これ秋田でね、最初の3年間ぐらいですね、はい、なんかあの当時の従業員がね、なんか車がなくてです、オーディオのデモカーではあったんですけど車がないってことで、これ乗って通勤していいよってやってたん で、はい、で結構遠い人だったんですよ。3年で5万キロぐらい走ったんですよ日々普通に走ってましたね。でそれで、まあなんでいいよって言ったかって言ったら、この実際走りながらどれぐらい綺麗に保てるか見たかったんですね、はい、ビューティフルカーズのオンラインショップで洗車用品販売してますけど、ビューティフルカーズって基本はお店でコーティングするじゃないですか。そうですね、お店でコーティングした後の車が綺麗なのは、まあそりゃそうでしょう。6年ぐらい前からビューティフルカーズの用品販売してるんで。そうです。でお店でコーティングしてない人は、じゃあ実際どうなるのっていうのをね、ちゃんと実験しないと皆さんに自信を持ってお勧めできないなってことで、長期試験ということでね、やっと5年経ったんです。はい、私過去にですね、洗車だけして11年間っていう実験をしたことあるんです。はい、そしてさっきの赤いルテシアでコーティングして11年間も実験したんです。だから今度はですね、あの販売しているものでコーティングしながら11年間みたいな実験もしなきゃいけなくて、洗車だけして11年間の実験の時は5年目までは洗車だけで綺麗だってことが分かってるんですよ。つまり5年なんで、これ洗車だけでも本当は綺麗だったんですよやっとここからスタート。使うもの紹介していきますよ。これね、全部ビューティフルカーズのオンラインショップで販売してます。はい、1番スリークシャンプー、カーシャンプーです。2番コロイドクレンザー、カーシャンプーで落ちない汚れ、まあ、まずこの2番使ってみてくださいと。タイヤやホイールの汚れにも使います。3番インセクトリムーバー、虫がついてたら使う、2番で落ちなかったらね使います。4番ミネラルリムーバー、3番までで落ちないような水しみがあったら使います。5番オイルステンインリムーバー、油汚れですね、1から4で落ちないような油汚れがあった時に使います。はい、道路の舗装工事してる時とかのタイルピッチとか、そういうものがよく落ちます。はい、この5番まででね、大体全部の汚れが落ちちゃうんです。これ1番ステップ1クレンジング、クレンジング、このコロイドクレンザーもステップ1クレンジング、まあ大体これで綺麗になっちゃいます。はい、で落ちないものはこのディープクレンジング、よりね、しっかり落ちにくい汚れを落とす、ディープクレンジングのシリーズが3番と4番と5番なわけです。もうこれで終わりなんです。はい、研磨剤とかね含まれてないですから傷もつきません。はい、そして6番はスポットクレンジング、こう部分部分をきれいにするということで、このホイールの絵が描いてますけどね、ホイールの黄ばみ、このホイールなんかぴったりですシルバーに塗装されてるホイールなんかは酸性の洗剤でも全然影響ないので、はい、これが黄ばんでたりしたら使えばいいです。でも黄ばんでないので今日は使わないでしょう。ステップ4シーラントコーティングですね、はい、ナノダイヤモンドトナー S1、 フローリンセラム S2 ということです。まあ、はい、おそらく今日はですね、1と2と S1 と S2 しか使わないでしょう。そうですね、はい、そしてこちらがスポンジですね、クロスカットカーウォッシュスポンジ、このねクロスカットの柔らかさでですね、車を傷つけないで洗います。これで洗い続けるとこのように洗車傷が全然つかない状態です。
そしてマイクロファイバータオルね、はい、これ縁なしのシームレスマイクロファイバータオル、はい、水の拭き取りとかに使います。でこの小さいもの縁なしのシームレスマイクロファイバータオルの S サイズ、これはスポットクレンジングするときに使います。今日使わないんじゃないですかね。でこの黄色コストコのクロス、これ何でもいいんです。安いクロス、これはですねステップとかホイールとかタイヤとかそういうところを拭くときに使ってます。このクロスでね拭いてもいいんですけどね、このクロスで拭くとですねその汚れたところを拭いて、はい、このクロスに砂がねこう噛み込んじゃったりして洗濯しても残ってたら嫌じゃないですか。嫌ですね。それをボディに使いたくないんでこう色分けしております。でその他ですねタイヤを洗うのに便利なのはですねこのダイソーで売っているですねコップ洗いとかペットボトル洗いですね。これはうちのオンラインショップで売ってますね。柔らかいホイールを洗う用のスポンジですね。あとはこのブタケのね小判型ブラシ、はい、これはインダストリーコアさんというところのブタケの3寸サイズのブラシ、 Amazon とかでですね500円ぐらいで売ってます。たまに2000円とかで売ってますからね高く買わないでくださいね。そうです、大体500円ぐらいですよです、ね、これはですね口腔内お口の中をねきれいにする口腔内ケア用スポンジの、はい、このエガプラスチックでね柔らかいスポンジで先が小さいもの、これ最高なんですよ。こういうとかでこれはなんかエアコンのルーバーとかを掃除するようなねスポンジ、こういうのとかをね用意すると細かいところも洗えます。あとはニトリルのね手袋、そのまま手でね洗車すると手荒れの原因になるので、はい、手袋ですね。これはワークマンさんでね売ってるやつ、はい、ホームセンターで売ってるやつでもいいんですけど、ホームセンターで売ってるのって薄くて破けやすかったりするので、これまだ使えるんでさっき使ったやつまた使えますこのワークマンさんのやつはね結構厚くてね何度も使えるんですよ。で安いですからね。安いんですということでこれらを使って洗車していきます。はい、大事なものを忘れておりました。こちらですね純水器ピュアニッシュプロという純水器です。ビューティフルカーズが監修して、はい、散水メーカーとして国内トップクラスのメーカーであるグリーンダイスさんが作っております。ここを通すことによって水道の水からですね乾くとシミになる原因になるカルシウムとかマグネシウムを取り除いてミネラルを含んでない、まあ、純水が出てくるんですよ。なのでこれすすぐ時とかにこの純水ですすぐとですね乾いてもシミにならないし、こういう隅々にもねシミが残んないんですよ。だから綺麗に保ってる。もうこれね、なんならあっち全部いらないんでこれは買ってください。これビューティフルカーズの製品じゃないんですけどこれは買ってください。車に水垢、水しみがつく原因は水道の水が乾いて水道の水に含まれているカルシウムとかマグネシウムといったミネラル分が残ることによって、お家のねステンレスのシンクとかがボツ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 汚れちゃうじゃないですか、はい、あれ水道水が乾いてるからですから。雨で汚れてるとみんな思ってますけど、雨は砂とか入ってるからなんかこう汚れた感じにはなりますけど、うん、雨にはミネラル含まれてないです、はい、蒸発してますからね。理解で習いましたね。蒸発して降ってきてるわけですからカルシウムやマグネシウムは含まれてないので、とにかくね洗車で、ね、すすぎだけでもいいですから、とにかく純水を使ってください。純水をこれ買った人みんなねびっくりしますから、はい、今ねオートバックスとかそういうとこでも売ってますから。売ってますね。ビューティフルカーズのオンラインショップでももちろん売ってます。各社から出てますけどグリーンライフのが最高です。まずはもういきなりだよ、もう水道水でいいです。はい、これ水道水こっちですか。そうですね、はい、ホイールタイヤから洗っていきます。これタイヤもね5年経っててさ、もう溝ないんです。溝が次の車検で変えないと、そう、もう変えてほしい。やばそうな感じ で溝がないぐらい使ってるのに、どうですかこのタイヤ。別にさなんかね白っぽく、茶色くもない、減れば白っぽくもないし、ないでしょ。でタイヤワックス塗ってたわけでもないんですよ。で全然ひび割れとかもないでしょ。そうですね、そう、なんかいい感じなんですよ。まあ5年も使ったらちょうどいいですけどね。そうですね、10年乗るとしてもだから結局1回しか変えなくていいわけですからこのコロイドクレンザーをこういうふうにかけて、はい、コロイドクレンザーでタイヤを洗う。はい、実はそれだけ。あとは最後ナノダイヤモンドトナーでちょっと拭くみたいなことを続けてると、このような状態が保てます。コロイドクレンザーをこのブタケのブラシでね馴染ませる。でまず馴染ませる。馴染ませてホイール洗ってる間にちょっと汚れが浮いてくるんでちょっと馴染ませておきます、はい、そしてスポンジに含ませますね。含ませてこう、ね、キュッ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 音が出ない程度に優しく撫でてこう砂をね寄せてあげます。このホイールもね塗装されてるんでボディと同じでですね、砂粒をゴシゴシ擦るから傷がつくんです。洗車キッズね、はい、
砂粒はね、小さい石の粒ですからね、それをね、ゴシゴシ引っ張っちゃうから傷がつくんです。だから砂粒は優しくスポンジで寄せてあげます。ブラシでね、洗うのがね、かっこいいんですけど、ブラシって点で当たってるんですよ、点で。そうですね、ね、だからやっぱね、スポンジとかクロスみたいに面で当ててあげた方がね、傷つきにくいです。でそれは私がもう26年、はい、この業界で自分で試してて分かります。26年前はね、隅々とか歯ブラシとかで洗ってましたし、この裏側も私もあのブラシで洗ってたんですよ、昔は、はい、でもある時、あれブラシじゃなくていいじゃんってことに気がついたんですよ。なるほど、はい、でこう浮いてきた汚れをしっかりブラシ、こういう細かいところはこうブラシの方がね、洗えありますからね。であとこのブラシほら、ちゃんと硬くて、こうそれこそこれって先っぽで洗ってるじゃん、こう横で撫でてないでしょ、はい、これが正しいブラシの使い方 でしかもゴムだからなんですよ。まあ、歯ブラシも確かに横で洗わないですからね。これもう綺麗なんですけど、まあ、隅々ね、はい、あのスポンジで洗って取れない時は今度クロスに、クロスでこう撫でてあげてください。マイクロファイバータオルはですね、ミクロのですね、こう汚れのかき取り効果があるんで、こうすごい綺麗になるんです、簡単に。でこれをじゃ最初からやると、このマイクロファイバータオルに砂がね、こう取り込まれちゃうんで、こう砂で傷つけちゃうわけ、はい、でスポンジだけで綺麗にしようと思うと、今度スポンジをギュギュギュ押し付けるから、それはそれでスポンジの摩擦で傷がつくんです。だから皆さん、ポイントはね、スポンジで砂を寄せて一回流してからクロスで洗う、ボディも一緒、ね、こんなこと教えてくれてるね、車屋さん他にないっすよ。めっちゃ綺麗。何これ、本当やばくない、5年使ってんのこれ。まあ、タイヤも本当ね、この最後までこんなに綺麗だった。逆にだから、なんでタイヤワックスって存在してるんですかね、いらないじゃん。そうですね、まあでもあれでしたよね、確かタイヤメーカーさんの中の方も売ってはいるけど私は使わないみたいなことをおっしゃられたんです。そうそう、タイヤワックスはね、タイヤメーカーさんもそう、売ってはいるけど本当は使わないでほしいんですって。タイヤを洗うこんなにいい洗剤はタイヤメーカーさんも知らないから、もうちょっと汚れた状態になっちゃうんですよ。でもこのコロイドクレンザーはね、別にタイヤ用の洗剤じゃないんだけど、ね、このタイヤにめちゃくちゃいいってことをね、発見してしまったわけですよ。発見を、そうですね、そう、私が発見したことによって、こう世の中でね、タイヤにいいよって言って他のところも売ってたりしますけどね。まあいいんじゃないですかね。まあでも、はい、あとはタイヤメーカーさんにこれを使っていただいて、ちょっと実感していただければ。確かに理想ではありますね。今の現状だと水洗い推奨ですもんね、どのタイヤメーカーさん。そう、水洗いは大して綺麗にならないですよ、マジで。水洗いはおかしい、だから摩擦も増えちゃうしね。そうです、ね、ただ私は水洗いよりね、どう考えてもね、このコロイドクレンザーがね、いいと思います。このコロイドという汚れの落とし方がタイヤに合ってるんですよ。アルカリとか酸とかで落としてるんじゃなくて、そうですね、そのコロイドというね、その電荷を持った微粒子でね、汚れをね、あの包み込むそう、そういうね、コロイド系の洗剤ってあるんですよ、世の中に。はい、はい、でそれにも何種類もあるんですけど、その中のこれはすごく良いんですよね。ビューティフルカーズ、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 あの15リットルのバケツがいいです。そうですね、ホームセンターで小さいバケツだとね、スポンジ洗った時に砂がね、沈殿するわけで、その砂をもう一回ね、スポンジですくい上げちゃうんで、これぐらい大きい方がいいです。そうですね。でなんか今もっとでかいなんかね、洗車用のバケツ流行ってるでしょ。 ありますね。で下になんかこう網とか敷く、ついてます、ついてます。スポンジはね、水に浮くんで。そうですね、いらないです。待ってる粒子みたいなのがね、まあ、なんか多分この洗車してる時どうせそれぐらいの粒子をね、はい、まあ、だからそのそれで傷つけないような構造のスポンジなんでね、はい、そのだまあ実際その粒子が漂ったまんまのやつで洗い続けてこれですから。そうです、だからいらないんです。本当で、こうやって中の砂とかを出したら、このシャンプーはね300倍で使えるんで、はい、30ml でこんぐらいまでちゃんと液体を入れてほしいんです。9リットルぐらい、はい、300倍でしょ。で 30ml こう測ってもいいんだけど、こう大体こう2週半ぐらいさせれば大丈夫。今のスピードで2週半です、ね、そのためにこの口の大きさね、これね、いろんな大きさで試してやったんですよ。はい、はい、で最初こう水入れて、ちょっと水入れるんですね。そう、いきなりこうやるとすごい
あ、跳ね返ってきちゃう。でこう回しながら泡を立てる。このくらい、はい、そしたらあとは水を入れて、バケツの壁に沿って、そうそうそう、もう泡ばっかりになっちゃうから、ある程度必要な量の泡を作ったら、あとはバケツの壁に沿って水をしっかりさっきの量ぐらいまで入れて、はい、重いなぐらい、ずしっとするなぐらいまで入れます。泡足りないなと思ったらこうしたらまた泡立つんで、はい、で最後このジョロで優しくですね、泡を潰してあげると、お、きめ細かいですね。きめ細かくなります。こんな感じで作ります、はい、泡の上に乗っかる感じでね、いい感じの泡が。じゃあ今日はね、小洗浄機で洗っちゃいます。でこれ、はい、うちはですね、この水道水と純水、こうなんか切り替えられるようになってて、水道水の方を開けとくと水道水、水道水を閉じて純水にすると純水器を通ったやつが入ってくる。はい、洗浄機の動かし方よく見ててくださいね。はい、意外と難しいです。こうしてるわけじゃなくて、こう平行にね動かしたり、こういう隙間に沿ってちゃんと流したりしてるんですよ。でここの隙間にすごく泥が、砂が溜まってるみたいな時はちゃんとこうやるんですよ。でも今はそんなに溜まってないから、なんかいい塩梅にやってるんですよ。ボンネットもね、結構こう黒い水がね、オア洗浄機もこう斜めから当てることによってね、こうドローは飛ばすけど塗装面にはあんま負担かけない。高圧洗浄機使うと傷がつくんじゃないのみたいに心配する人もいますが、ついてないから進めてます。つくんじゃねえかと思う気持ちはわかりますが、つかないから進めてます。でこれはまあうちの代車、はい、代車でありサービスカーであるんで、そうですね、まあ一番適当に洗えますから適当っつっても傷つけない洗い方ですから、ね、そうそう、結果傷ついてないわけですから、これでいいんだと。ゴシゴシとか決してしないですからねそうですね、ゴシゴシしなくても綺麗になりますしね。このサイズだったら割とこのここの重要に思いますけど、そんな時間かかんないですからね、ここ。そうそう、このねスポンジをね、スポンジでこう撫でるみたいのがね、できるだけ早く終わらす。ただポイントはこの本当にこうワンブロックワンブロック、はい、洗ったらスポンジを見て、はい、砂がまずいっぱいついてたらちょっと要注意、でもまあそんなついてないで洗うと、この中でちゃんと揉み洗いです。ですね、そして裏も表も同じ形状なので、これは裏表で使ってます。こう洗って、このねちょっと汚れてるけど、これをこう上にして次洗うと。この今使う面はそっち洗った面の裏面です。はい、こっちがそっち洗った面です。そうすると次また裏面にしてこう洗うでしょ。そうするとここの面は2回洗われてるんですよね。そうですね、バケツの中で。だから2回洗われてるから、より砂がない状態になってますよね。なってますっていうか、まあなんか2回効率よく2回洗えてると思います。でそのスポンジの表面が本当にきれいかどうかはこの洗った後に見ます。洗った後に見て砂がなかったらもうどうせないんですから、まあ、そうなんですよ。そうそう、その方がいいです。しかもその後2回ね洗われてるわけです。皆さんここ結構このまま下まで洗っちゃったり、あ、行きますよね皆さん。そうしちゃうんです。それは意味ないんですよ。ここに砂がついて、その砂でね
傷つけちゃうんで、でこの切れ込みとかで砂で傷つきにくくはなってるとはいえど、その砂自体は少ない方がいいわけですから、だからまあ泡かけてね、はい、一度に洗うみたいなのはもうなんかもう一番やりたくないことですね私は。見た目は確かに洗ってる感じしますけどね。そうですね、見た目が洗ってる感じするだけですねこんな感じ、もう本当に手早いです、うん、そう、こんな感じで、この下も洗っちゃうって、お、でも綺麗ですね。あ、でも綺麗ですね。ね、で、まあ、ここは大丈夫ですよね。そうですね、そしてこうしますよね、こういう感じね。これ落ちないんで、はい、なで手を添えてれば大丈夫です。で、こうでしょ。なるほど。で、あ、ちょっと砂ついてますよね。で、この時要注意で、さっき前の下を洗ったところが今出てくるんですよ。そうですよね。で、そこちょっと砂ついてたからちゃんと洗えてるかを確認して、砂ついてたらこれ白いから見えるんで、はい、で、こう砂ついてたらこう ちゃんと手で寄せてあげて砂のない状態にする。あとちょっとぐらいついててもスポンジがめっちゃ柔らかいんで、砂がね、砂が圧力かかってここに押し付けられないんですよね。ないですね、そういうこと。確かに、こんぐらいのスピードでね、こう優しくね、早くやるのがいいですね。パッと見雑に見えるんですけど、別にこれそんな力入ってないですから。そうです、あの F1 レーサーみたいなもんだと思ってます。そうですね早くは走ってるけど丁寧じゃないわけじゃない。速さは求めてるけど、そう、丁寧さは。そう、この前そういえばあれでしたよ、はい、レースのね、なんかこうハンドル握ってたらね、はい、F1 レーサーとかトップレーサーの人たちがね、よく海外の人がこういう表現するんですって、はい、ハンドルをデリケートに切れってことらしいです。あ、だから彼らもすごい200キロ300キロで走ってるけど、こうやって走ってるんじゃなくて、もうこういうレベルで丁寧にコントロールしてるって。まあそうですよね、はい、だって高速道路でさえ急ハンドル切るなっていうことはF1 の世界だったらもっと危険なわけですからね。そうなんですよ。で、なんかその私もサーキット最近走ってるから、まあ、昔からレーシングカートはやってるから、はい、実はコツがあってね、はい、サーキットを速く走るの一番のコツはね、先自分の行きたい方向を見るっていうことなんです。自転車と一緒です。まさに。そうです。怖くて目の前見てると、はい、うまく走れないわけ。あ、で、人間って行きたい方向を見ると自動的にそっちに体は行くようになってるから、はい、なるべく遠くを、行きたい方向を見る。だから実はここも皆さん洗うとき、ここ洗いたかったらここ見るじゃないですか、はい、ダメなんですよ、洗いたい方向を見てればいいんですよ。そうすると早く洗っても、あの自動的に体が動くと。なんで私の目線を見てもらう。そうですね、洗ってるとこはあんま見てなくて、ちょっと先を見てるんですよ、キョロキョロと。例えば ここら辺見て、そうですね、こっち見て、こっち見てって、こう手の先を、手の行く方向を見てますからね。そうなんですよ。そうすると早く洗えますよ、ね、で、純粋ね。で、これ純粋かどうかね、ちゃんとなってるか確認してくださいね、はい、これ寿命が来ると。そうですね、寿命が来ても気づかないとシミになっちゃいますから。この TDS メーターはね、はい、ピアニッシュプロに付属してますから。そうですね、このキャップにね、こう水をこう汲んでね、で、これをこうスイッチを入れてね、今000で、そうすると000のまんまじゃないですか。そうですね、これは純水ですってことですね、はい、この水のね、電気伝導率をここで測ってるわけです。はい、ミネラル含まれてないから水と電気通さないんで、ゼロって出てくるんですね、はい、寿命が来てるとこれが1とかになりますから。そうですね、で1になったら1でもシミになっちゃいますから、1になったら交換してくださいね。まあ決して 0.01 ではないですからね。 あ、そう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 、すすぎですね。で、これ純水がね、はい、まあ、ホースの中にさっきの水道水が残ってるので、はい、最初10秒ぐらいは水道水が出てきて、その後純水に変わります。どんどんね、吸いできますよ。簡単そうに吸いでまして、実際簡単ではあるんですけど、はい、ちょっとそのこの高圧洗浄機の動かし方ね、そうですね、うまくやらないと実は泡がなかなかね、隅の泡がなくならなかったりするんで。そうです、
今ささっとやりましたけど、普通の人はどうするか再現してみる。こうとかやるんで、こう泡がなくならないんです。よく洗車場で見かける光景ですね。そう、泡なくならないでしょ。ここも残っちゃうでしょ。残りまくってますもんね、これ。なので、こうなんていうんでしょう。この縁に沿って、もう後ろから前だったら後ろから前に押し流して、でこのミラーのところは、この上に水を当ててあげると、裏から水が通って、この下を流してくれるんで、すぐ泡がなくなるんで、ちょっと見てください。こういうふうにやると、もう泡がなくなるんですよ。そうです。一方通行ですね。そうですね。ここも同じでね、この上から水入れてあげると、この下から押し出された泡が流れてくる。フロントは形状がちょっと複雑なので、そうですね。大体こう、4分割ぐらいにして、はい。ね、で、この4分割ごとにこう片側に押し流していって、あと上からと下からですね。なるほど。ちょっと見てくださいね。ここは終わりですよね。はい。で、ここまで終わりですね。なくなりましたね。もうこれ純粋で吸いでるから、はい、内側はもう何もしなくても良いんですけどね。まあそうですね、はい、良いんですけど、ちょっといいですか、見てみてくださいね、はい、こう開けますよね、はい、ちょっとこう水入ってますよね、水が入ってこういっぱい入ってますよね。で ここってつまりこのように水が入る、雨も入る、汚れも入る、そう汚れも入る。でここをいきなり拭いちゃうとやっぱここにも砂汚れがあるわけだから、はい、傷つけちゃうとですね、砂で細かい砂をこすりつけてしまう。塗装もされてますからね。そうですね。で、これ水道水で洗ってる人はこれでも拭かないと全部シミになるってことですよね。そうですね。だからここがくすんじゃうということですよね、はい、なので、まあ、純水で洗ってますから拭かないなら拭かないでこのままにしておいてもらえれば大丈夫です。雨が降ったってどうせここは汚れるところなんですね。汚れるというか濡れるところなんでね。で、もし洗うんだったらこのようにですね、同じように水をかけて、でこう軽く砂をね、さっきのホイールとかボディと一緒ですよ。あ、もう寄せる。こう砂を寄せてあげてですね。そしてお水を流す。基本的に全部やってること一緒ですからね。一緒一緒。砂はスポンジで優しく寄せる。そして寄せた後にクロスで拭く。はい。ね、でこのじゃあ上もんなんだけど、ここら辺ってこう水が車内に入っちゃうから、はい、まあ、そこはしょうがねえなという話です。ここまで気が回る方も少ないとは思うんですけども、いや、こういうことしていただくと、そうなんです。そうするとこのドア開けたところがいつまで経ってもこうツヤツヤしてると、なんかこう古ぼけた感じがなくて、そうですね、なんかこう新車気分なんです。もうこれ本当5年なんで5万キロも走ってるんですけど、これ乗ると新車感あるもんね。そうですね、今でも、まあ、あの11年乗ってるルーテシアもね、なんなら今でも新車感あるもんね。そんな年数経ってる車って言われてもちょっと信じがたいんですよ。そうなんですよ。実際私も11年本当に乗ってますけど、はい、なんか11年ね乗ってる気がしません本当に。うちのそのルーテシア1年年上の娘もですね、はい、まあ、娘はだからもうすぐ中学生になるんですけどね。そうですね、なんか生まれた時からねずっとあるこのルーテシア、はい、なんでずっと変わらんのだとまあ世の中常識的に考えたらそれだけ年数あれば変わるのが当たり前ですからね。そうなんですよ。なんかすごい違和感を娘も感じてるみたいですまあ全く変わらないって逆にすごいですよね。そうですよ、今思うと本当にすごいと思います。だからもうこれを見てくださってる皆さんって自分の車をきれいに保ちたいわけですよね。せっかく買った新車を、ね、
もう11年間あえて綺麗にこのやり方で保ててるし、まあただあのルーテシアは、はい、お店でのコーティングもしてるから、じゃあしなければどうなるのかっていうのを一生懸命これで私はね確認中で、まあ、なんならこの5年経ったこっからが勝負だと思ってるんで、そうですね、この車には本当にもうやっと5年間ねやっと5年間あー綺麗なんかなんだこれ全然問題ね。そうですね、給油口もそう、この中とか普通真っ黒になるじゃない。そうなんですよね、あれはやっぱりこうあれなんですよ、その油分、はい、油分を含んだコーティング剤とかが、その油分が雨と一緒に流れてその中に油分が入っちゃって、はい、で油分がもうなんかその油汚れを呼んじゃってね、余計こう汚れちゃってね、でその油分って酸化するから、その油分自体がね酸化して劣化して汚れになって、であと純水使わないから、皆さんその水しみもそこ拭かないからどんどん水しみって蓄積するじゃないですか。そうですね、で水しみってカルシウムとかそういうもんだからさ、実は湿気呼ぶわけですよ。あ、だからまああれですよね、シンクとかもさ、その白くなりますもんね、白くなってそこって錆びてきたりするじゃないですか、はいはい、ステンレスって錆びないはずなのに。そうですね、あれって水分をずっと保っちゃうからなんですよ、カルシウムの粉みたいなのが。なるほど、そうそう、だからこの中コケ生えちゃったりするのは、はい、まず基本的にカビないですかとかよく言われるんですけど、カビって栄養がないとダメなので、うん、その油分って栄養になっちゃうからコケ生えたりとかね、はい、だから純水で洗ってればそこになんかその苔とかの栄養になるようなものもないので、あの汚れないんですよ。あと意外と皆さんここの泡流さない方が。そうですね、でもこれ綺麗だな、エンジンルーム、これエンジンルーム拭いてるだけなので今回も拭くだけにしますけど、そうです、まあ、開けた時のここら辺がちょっとそのボンネットで隠れてるところだったりするんで、ここはちょっと洗ってあげて、で一方逆にこの奥のここら辺はその泡が残っちゃうんで、まあ、長い目でシミにならんように流してあげる。でここはかけない方がいいですよ。そうです、ね、だからまあかけても大丈夫なんですけど、整備士としては、でみんなかけたくてどうやってかければいいですかって質問いっぱいいただくんですけど、上手はかけんなまあいろいろ伝送品とかこんなのどうせ言っても分かんないでしょ、ここにはかけんなとか言ってもオルタネーターとか、まあ、車によって場所違いますからね。そうそうそう、だからかけんなでこれナノダイヤモンドトナーシーラント、そうです、あとはこのシームレスマイクロファイバータオル、はい、でこれをしっかり一回純水でね、すすいで拭いていくとだんだん、はい、どうせ濡れてくるわけですから。そうですね、であとこのクロスにね残ってる洗剤とかも流したいから、はい、純水でねすすいであげて、でこれ表面がこれふかふかで毛足長いんですけど、実はこんな状態で拭くところは均一に当たらないじゃん。そうですね、これは絶対に当たらない、ね、だからあえてこの裏側、水拭きの時は裏側の方がいいわけ、あの毛足の短い方が、はい、そして水を拭きながらコーティングしていくんだけど、水が多すぎるとちょっとコーティング剤が薄くなっちゃうんで、はい、ちょっと上面間引いてあげますね。別に間引かなくてもいっぱいコーティング剤塗ればいいんですけどね。でこれもう純水でついでますから、まあ、別に無理に拭かなくてもいいんですよ。このまま走っていっても別にいいんですよ。ただこのナノダイヤモンドトナーですね、その汚れにくくしてあげることが、はい、次の洗いやすさにつながります。これを最初2プッシュこんな感じでね、均等に当たるように。で2プッシュでだいたいこのルーフ半分ぐらい、こんぐらいです。そうですね、屋根全体で見たら4分の1ぐらいですね、面積的には。でこう水含むからこう拭いてあげたら、はい、もう一回慣れてあげるとムラ防止になります。はい、今ぐらいの量でつけすぎなければムラには本当はなりません。で次からワンプッシュ、ムラにはならないんで、これで多分はしょってもほとんど大丈夫ですでムラになったとしてもそのムラは取れないムラじゃなくて、まあ、次洗車してまた拭けば取れます。これはそういうコーティング剤です。でこうガラスにも使っていいです、コムにも使っていいです。どこにでも塗っていいっていうのがまたすごいですよね。そうですね、どんぐらい持つんですかってことですけど、まあ、持ちません、あまり。3週間から1ヶ月まあ3週間ぐらいはだいぶいいんですよ。1ヶ月経つとね、もうないんじゃないみたいな。
なんか超耐久って言って1年とか3年とかなんかたまに売ってますけどね。 そんなんじゃないです。これ汚れとともに落ちていく感じで、ナノダイヤモンドっていうですね、インフルエンザウイルスよりもね直径が小さいダイヤモンド、はい、粉が配合されてましてね、でそれがこうミクロのかき取り効果でこう表面をきれいにしながらね、汚れにくい水性の偽性皮膜を、ね、乗せてってくれるんです。でその偽性皮膜はですね、弾きすぎずですね、本当塗装のそのまんまみたいな。塗装ってもともと樹脂なんで少し水引くんですよ、塗装ってペターっとした浸水じゃないんですよ。あのペターっとした浸水なのは塗装の上に汚れが乗っかってるからペターっとしてるんです。でガラスはちなみにペターっとするんです。なのでこの塗装本来のこう普通に水がこうスーッと引くみたいな疎水みたいな状態に変えないコーティング剤です。これがまず塗装面をクリーンに保つコーティングです。で、まあ、私たちがそのお店でやるコーティング剤っていうのはさ、はい、完全に硬化するカチッと硬化するガラスコーティングを下地に入れてるから、そうです、ね、塗装自体 その樹脂の結合が水とか酸素とかそういう力でほどけて分解してこう塗装自体が風化していくみたいな、硬化型コーティングが止めてくれる、和らげてくれるんですけど、これはそういうコーティングしてないじゃないですか。でこのコーティング剤にはそれを止める力はないんです。なので次の工程であるフルオリンセラムね、フルオリンセラムは、液状フィルムが絶妙な濃度で入ってましてね、ミネラルリムーバーってすぐそこ取れるんですけど、塗装面にそういう酸素とか水とかが入りにくくしてくれる、硬化型コーティングと同じような役目をすぐ取れる、大変なことにならないコーティングなのにちょっと再現してる。でその上でフッ素入ってて汚れがすごいつきにくくなる。これ水道水だったら大変なんですよ、乾かさないようにしなきゃいけないし、一滴残らず拭き取らなきゃいけないしこうやってマイクロファイバータオルで拭いたってちょっと拭き筋あるじゃないですか。あります、あります。でその拭き筋が白く残っちゃうから、じゃあそれをなんかまたよくわかんないポリマーみたいなのでこすって拭いて何してんすかまあこんな喋って洗車なんかできないですからね、絶対水道水で拭き上げの時に。そうだよね、もう純粋ですよ、純粋、時代は純粋、みんなピュアニッシュプロ、まあ、ピュアニッシュジャストっていうのもね、あの今販売されますしね。そうですね、税込み29,480円のピュアニッシュプロか、税込み25,080円のピュアニッシュジャスト、ちょっと小さいサイズか、まあその辺を一家に一台。そうですね、でほら全然クロスが汚れてないですよ、普通ね、はい、車拭き上げるとさ、もうクロス黒くね、黒くなるでしょ、全然ならないんですよ、ね、でこことかほら無塗装樹脂だよ、ここでもそうなんか白ぼけてもないし。そうなんですよ、こうなんか無塗装樹脂って劣化して白くなるじゃないですかってみんな言うじゃないですか。そうですね、あのさ、皆さん考えてみてくださいよ、こんなね、この車ってバンじゃないっすよ。そうですね、バンっぽいけどこういうさバンじゃない車、なんで今高級車の SUV とかもこういうじゃないですか。そういうのは当たり前ですね。それにね、紫外線でさっさと白くなるようなプラスチックをメーカーが使うわけないじゃないですか。はい、考えて、ちゃんとね、これは UV 対策されてるんですよ、樹脂としては。じゃあなんで白くなるの、それ劣化じゃないですよ、ここになんかそう塗ったワックスとかがこう流れて、はい、ここに白い汚れになって、その樹脂の表面に汚れがついちゃって、それで白くなってるんですよ。でそれが嫌だからって上からなんか塗るじゃないですか。それどんどん積み重なって、どんどんひどいことになってて、あなたが汚してるんです。この車のタイヤとか樹脂パーツが綺麗なのは、その純粋使ってて、そのうちのコーティング剤はそうやって表面に残ったりしないんで、汚れが蓄積してないから綺麗なまんまなんですよ。このカウルトップとかも全然綺麗だもんね。で普通このガラスの下とかもこうなんかさ5ミリぐらい白くなるじゃん。なりますね。なってないんですよね、純粋だからね。最初の頃よりもこういう無塗装樹脂の作ってた時代が進んだ分、やっぱ技術が。あ、そうなんですよ。そのやっぱり大昔の車は本当に白くなってた、カチカチにカリカリに、はい、でも今のは なんないんですよ。樹脂パーツを黒くするさありますね、シリコンオイルみたいなのあるじゃないですか。あります、あります。ああいうのはだからその塗らなきゃ白くなった時代に流行ったものなんです、ね、まあそれだけ古い年式の車となると、もうそうそうそう、ある程度ゆうきくんは知らんかもしれないけど、はい、私がその子供の頃、はい、昭和
50年代とか、はい、あの頃の車は白くなってます。でその頃お父さんたちがなんか車の洗車用品の中に入ってたのがあの某ああいうスプレーなわけです。なるほど。だからその頃はもう白くなっちゃったものをあれ塗ってごまかしたんですよ。まあでもそれから 何十年も経ってますからね。そうなんですよ。もう今対策されてるわけ。昔は車のダッシュボードとかもさ色変わっちゃってたんだから。ダッシュボード割れてるとか中古車でありますもんね。そうそうそう。ボディを撥水させるみたいなのもその時代のボディってやっぱワックス塗って油でツヤ出してたわけでしょ。そうですね。で油でツヤ出したら油だから弾くでしょ。はい。で油で弾いてるからなんかワックス効いてるぜみたいな話でしょ。そうですね。でも今そうじゃない時代なのになんか油の撥水をねみんななぜか求めちゃうでしょ。まあ求めてる人は求めてればいいけど、ね、もう時代は違うんだよと。撥水が嫌って方もいらっしゃいますからね。実際店頭に来られる方で最近私は撥水はやめようブームを巻き起こしてるのといいから純水使えと。だって みんな水道の水とりあえず使うじゃん。まあ、であと今の人ってペットボトル飲むじゃん。飲みますね。私が子供の頃なんてペットボトルっていうのは世の中に存在してなかった。だから水道の水を飲むのが当たり前。そうですよ。で外国はどうやらなんかミネラルウォーターというものを飲んでるらしいよ。バカじゃねえのみたいな。え水道でから水出んじゃんって。まあ水質が違うって認識がないですもんね子供の頃なんて、ま、でもそれがさ今日本はさ、はい、日本が飲み水もだけど日本って日本の水道水その時より良くなってるんですよ。良くなってるがなんかペットボトルの水を飲もうみたいのが当たり前に変わってるわけでしょ。そうやって時代が変わってんのにさ車だけはさなんかその油塗りたくった頃のさブリブリ撥水してるのがさなんか正しいみたいなまんま今になってる。今はなっやべえっすよ。だから今水道の水こうガーッとコップでコクコクって飲んだらこれちょっとやばいんじゃないと思うじゃないですか。でまあ何を言いたいかというとその車の撥水はそういったことで昔の名残なんで、はい、昔の名残みたいなものはこうね今私が撥水はダメとか言うとまあまあ炎上するんですよ。そしてその普段洗う水はね車を洗う水はね純水使おうぜと、まあ、言い続けたら最近純水使える洗車場とかなんかね関東関西とかであの大手の企業さんがやり始めてくれたりしてまあそういう風になってきました。徐々に変わってきましたね。そう純粋でしょう。やっぱ世の中変わってるわけですよ。まあ洗車にはもう純粋使うぐらいこう皆さん意識変えてほしいですね。そうですね。でこんなに実際そのさっきから言ってる水道水とかペットボトルとかはさ、まあ、どっちをさ飲んでもさ、まあ、健康的にはなんか長い目で見れば少し差があるかもしれないけどそんな差がないんだけどさ、はい、この純粋というものは明らかに差があります。ね、だって5年目の車でこの綺麗さって普通ないですよね。さあ、はい、フローリンスの先ほど言ってたやつですね。でこのねナノダイヤモンドトナーを塗ったこのクロス、はい、もうこんな全部塗ったのに綺麗なクロス。普通だったら真っ黒になってるとかなんかそうギトギトしてるとかね。そうですね。でもそれをもう一回ちょっと砂がついてるといけないんで水で流してまあ、別にクロスもう1枚出したい人はもう1枚出していいん で、はい、でこれでフローリンスラムを塗っていく。これで終わってもいいですよ。そうですね。ただこれはねその長期試験してますからシュッシュッとタップしたらさっきのナノダイヤモンドの倍ぐらいいけますか。どのくらいね。もうかなり広い範囲ですよ。かなり広い範囲いっちゃいます。普通のコーティング剤じゃありえない範囲を。そう、あんま分厚く塗るとねちょっとこれムラになっちゃうんで、はい、まあこのムラも別に取れなくはないんですけどこんぐらい薄くていいです。でまたシュッてやって、うん、適当でいいです。なんかこう1ミリ少しもこう間のないように塗るとかじゃなくても厳密になんとなくでいいです。そこまで神経質にならなくて大丈夫です、ね、そうです。で皆さん気づいてます？なんか私さっき洗車の時は絶対下から上に上がるなとかって言ってたのにもはやどうでもいいじゃないですか。そんな下塗ったやつ上やんのかみたいな。でももうね砂がないから綺麗ですよ。どこもかしこも綺麗なんでこうなったらどうもう自由なんですよ。自由。まあノーカットですからね今これ。そう本当にもうねこれ自由
なんなら途中でやめても何でもいい純粋ですから、はい、もう乾いても何ともないし、でこれだんだんここにもうフローリンセラムし馴染んできてるから より自由ドア2枚分拭いてる人多分普通のコーティングじゃありえないんですよ。そうそうそう、しかもこんな雑にさ、なんか端まで塗ってないんじゃないのみたいな。そうですよね、こんな雑、さっきのスポンジ洗ってた方がもっと丁寧だったよね。空拭きの時はこの毛足のね長い方が良いです。いこれでね、こうちょっと残ってる水分をこう散らす感じで、ね、ふんわり全体的にいくようにって感じですね。そうすると皮膜がね整うから、ムラがなく拭き取るんじゃなくてこう拭き伸ばす感じ、はい、車全体に塗り広く拭き伸ばす。そう、さっきこう塗った時のその水の目をこう横に消すみたいな。だからこう洗う時とかずっとこうしてたけど、そうです、この時はもうどうでもいいですよ。でこう力も入れてないから傷もつかないんで、あんまこうするとここの境目で溜まっちゃうから、フローリンセラムが、だからこのなんかランダムな動きが適当だと思うかもしれないけど、いやこれが一番いいんですよ。すごいツヤが出るというよりかは、その塗装のね劣化のね進行をね、はい、止める意味合いがありますからね。時間が有り余ってたら、はい、この車の場合ここね、あグリルです、ね、そうでここね無塗装樹脂なのよ。そうですね、だからやっぱ汚れがたまると少し白っぽくなっちゃうね。ちょっとなってんだよこれ。ナノダイヤモンドトナーをちょっとこうチュッとつけてね、こうついてるでしょ、はい、でこうちゃんとこう指で、そうそうするとねこれ汚れ取れるんだよね。別に汚れ落としの洗剤ってわけじゃないんですけどねこれも。そう、まあでもこれ別にこうやってやったらほらそんな時間かかないじゃん。そうですね、たまにやってあげると、あのこのねちょっと白ぼけた感じで、え大丈夫みたいになってるのがね、この変な効果が、まあ、どうですか暗くて見えにくいけど、ほら綺麗になったでしょ。ここら辺でしょ。そうです、ここねちゃんとこうこすってあげると汚れがね少し取れるんですよ。黒く戻りました。そうなんですよ、まあ、乾くとちょっともうちょっとまた白くなるかもしれないけど、こう時間があり余ったらこうねこうやってねやってあげてください。傷を見るライトなんですよこれ。はい、やべえね、ねえねえほとんどここ新車の時のモヤモヤがそのまます。ああ塗装のモヤモヤが残ったままなんですこんぐらいこうこれつけても全然なんかその洗車傷が目立たない。普通洗車傷あったら縦とか横に入ってますけど、ねね、何もないです。そのまんまですね。はい、ということでですね、こちらいつも通り洗車してきました。まあ5年経つんですけど、こんな感じですね。なんか難しいことありましたか皆さん。全然ないですよねシンプルですね、はい、ちゃんと純粋使って、はい、使うべき道具を使うとこんなに簡単に保てます。はい、まあ私この業界26年前からいましてね、かつてめちゃくちゃ研究したんですよ。まず綺麗にできなくて悔しい思いもしたし、綺麗にしても数ヶ月後に傷だらけになって帰ってきて、そして業界の皆さんがしょうがねえんだよと、だってお客さん傷つけるに決まってるだろうみたいにも言われました。でも自分で綺麗にする方法を研究して、でさらにはその綺麗に保ってもらう、誰でもできなきゃ意味ないので、でこの誰でもできる洗車方法をね、はい、私たちみたいなプロが誰でもできる洗車方法を考えて教えるってプライドが普通邪魔するんですよ。そうですね、確かに。でもそれを誰でもできますよって本当に誰でもできるようにね作るということもしてきた結果、さっき見てもらった11年経ってる車とか5年経ってる車とか多くのお客さんで証明されてますから、皆さんもうそろそろ気づいてくださいということで、これをね見とけば後悔しないし、
真似しておけば後悔しないので、今新車買った方、これから新車買う方、特にね、ぜひこの洗車方法を真似していただいて、この嘘みたいなね、美しい愛車を長く楽しんでいただければと思います。今日の動画面白かったでしょうか、参考になったでしょうか。面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知のオンお願いします。コメントもお待ちしております。他の動画もね、このように綺麗に車を保つ方法を発信してますので、ぜひご覧になってみてください。ビューティフルガーズの洗車用品はビューティフルガーズのオンラインショップ、そしてビューティフルガーズの楽天市場のお店、そして全国22店舗のオートバックスの店舗、そして全国7カ所のビューティフルガーズのお店でもお買い求めいただけますので、ぜひ皆さんお手に取って試してみてください。じゃあ次の動画も楽しみにしてください。